8月1912年の今日は俳優スーツアクター手塚克実さんがご生誕された日です1954年「ゴジラ」では新聞社のデスク役とスーツアクションの一部を演じました地球君に会ってもらいたいた人物があるんだ沢博士例の山根博士の養子になるべき人物だそうだがね。へー 元プロ野球選手の体力を買われ中島春男さんとともに日本初のスーツアクターという仕事に挑んだ手塚さんは主に中島さんの補佐として昭和シリーズ初期のゴジラ役を演じアンギラスバランメガヌロンモゲラモスラ幼虫マグマといった数多くの怪獣たちを演じました。